浅間神社は、東京都練馬区小竹町にある神社。江戸タアサ神社、茅原浅間神社とも呼称される。この花咲くや姫命を祀る富士信仰の神社である。創立年代は社殿によると、上平元年からとされるが、歴史学的には不詳。新編武蔵風土紀行によると、富士浅間社とされ、別当時は、新言衆と与山派ハローマンデラ。境内の下避に、 はてもなきこの、武蔵野の茅原に富士ばかりこそ山は見えけれとあり、一名、茅原浅間神社とも呼ばれた。昔、小竹町と江戸田町の人々がこの神社の所有をめぐって争ったところ、夏にもかかわらず、雪が降る、天変地異が起きた。これに驚いた双方は争いをやめ、共有の氏神として祀ることにし、争いを収めたという伝説が残る。なお、 別当時である、ノーマン寺の3号は、夏雪山であり、やはり夏に降る、雪の伝説が残る。拝殿の後方に、国の重要有形民族文化財に指定されている、江ゴ田の藤塚が保存されている。富士山の溶岩で覆われた藤塚で、天保10年に、小竹丸原江港により建造されたとされる。高さ8メートル、直径約30メートルで、山には、 天狗や猿などの心臓、石碑もある。境内には文化四年の石道路などの遺物も残っていることから、この藤塚も文化年間に築かれたのではないかという説もある。特内の藤塚の中では大規模なものとされる。この藤塚では山開き、登山などの神事が行われており、記録映画も作成された。1983年を最後に古獣による、 富士塚産経は亡くなったが、7月1日の山開きは、続けられておりこの日には、一般の倒廃が可能である。2000年度には、エゴタの富士公関係資料が、ネリーマク登録有形民族文化財になった。ありがとうございます。